ドーム C 南極高原、または南極第一は南極大陸の東南極において直径 1000km 以上にわたって広がる高原。南極点や南地局を含み平均標高は 3000m、最高地点はドーム A の 4093m である。この高原は別名ポーラープラトハーコンセブンプラトと呼ばれ、ほぼ全域が東南極氷床をなす。 高原はイギリスによるディスカバリー遠征の途中、1903年に発見された。この遠征にはロバート・スコットも参加している。1909年、イギリスの探検家、アーネスト・シャクルトンはニムロド遠征において、高原を初めて横断し、南極点到達は逃したものの、当時の高緯度到達記録である難易88度23分に達した。 彼は高原にエドワード七世の名をつけた。1911年12月、南極天遠征から帰還した、ノルウェーの探検家ロアールアムンセンは高原に方根七世の名をつけた。1929年、航空機フォードトライモータによる高原上空からの偵察と写真撮影が行われた。井戸も標高も高い高原は、日の昇らない冬が長く、したがって世界で、 最も気温の低い地域である。このような環境では、生物が生きていくことすら困難である。微生物は存在するが、非常にまばらである。バクテロイデスモン、シアノバクテリア、海洋でよく見られるアルファプロテオバクテリアズナなどが生育している。これら極地の微生物は堆積した、浮遊粒子としてのみならず、高圧で凍りついた、高原の氷消生態系の活性成分として、 考えられなければならない。抗原に、ペンギンは生息しておらず、鳥類も飛来しない。線形動物、飛び虫目やクモズナなどの小型節足動物、人間や人間によって持ち込まれた、研究用動物を除き、陸上動物は存在しない。ミショウエル、ロジュディチェー、マサラエム、マスアースピー、ロファシー、リーズエヌ、エトール、スノーサーフェイスマイケロブヨーム、オンザ、 ハイアンタークティックプラトープローズ1 q 十、e、1 0 4 5 0 5ドイ10.1371ジャーナルポネ0104505ありがとうございます